続いてはスバ推しのコーナーです。今回はどんなお車をご紹介いただけますか？はい、誰が乗っても安心で楽しくスポーツカーらしさを感じられる上級グレードの WRX-S4 です。とってもかっこいいお車ですね。ではお車の評価をお願いします。内装星1つ半、外装星2つ半、総合評価4点のお車です。それでは詳しく見ていきましょう。この S4 は特別感のある外観ですが、何というグレードなんですか？こちらはカタログモデルの最上級グレードにあたる STI スポーツアイサイトです。ブラック塗装のトランクリップスポイラーをはじめ、ダーク調の加色が各所にあしらわれて、さりげない上質感を演出しています。ホワイトのボディカラーに黒系のパーツがつくことで全体的に引き締まって見えますよね。スポーティーでありながら高級感もありますね。ありがとうございます。小野さんは STI と聞くとどんなイメージがありますか？そうですね、やはりモータースポーツで活躍しているイメージが強いですかね。特別感があってスポーティーで高性能なのはこの番組でよく勉強しましたよ。さすがですね。 STI はモータースポーツで培われた技術やノウハウを車両開発に生かし、誰もが気持ちよく安全に乗れることを極めた特別なモデルです。誰もが気持ちよく走れる車なんですね。はい、 WRX-S4 の高い基本性能に加え、STI スポーツ専用にチューニングされたビルシュタイン製ダンパーと STI スプリングを装備しています。乗り心地はスポーツカーらしいクイックな応答性を持ちながら、断層を乗り越える時の衝撃や荒れた道路を走る時の不快な振動を抑えてくれて、しなやかで質感の高い走りをお楽しみいただけます。スポーツモデルなのに乗り心地が良いのは嬉しいですね。はい、突き上げるような衝撃や単に硬いサスペンションでは乗り心地がよく感じられませんが、スポーティーさと快適さの絶妙なバランスの足回りにより、静かで上質な乗り心地を実現し、滑らかな挙動で運転時の緊張を和らげ、走りを楽しむことができます。同乗者も安心して快適にお過ごしいただけますので、運転中の会話も弾みますよ。楽しいドライブが想像できます。乗る人すべてが快適に心地よくいられるのはいいですね。はい、また STI スポーツは車が持つ本来の性能の高さを誰もが感じていただけます。300馬力を発生させる FA20DIT ハイパフォーマンスターボエンジンを搭載し、どの回転域からでも軽くアクセルを踏むだけでレスポンスよく鋭い加速をしてくれます。これは高速道路の合流や山道などで思い通りに動いてくれるので、ストレスがなく疲労軽減にもつながります。300馬力ってとってもすごいと思うんですが、そんなに大きなパワーを使い切れるものなんですか？はい、回転数が上がるに従って出力が伸びていきます。そして 40.8km の最大トルクをわずか2000回転で発揮し、4800回転までフラットに維持する特性を持っています。そのため車を動かそうとする力がすぐに出て長く続くので、アクセルを少し踏むだけで思い通りにさっと動いてくれます。誰でも安心して乗りこなせますよ。なるほど、ちょっとアクセルを踏むだけで力強く進んでくれるので運転が楽になるんですね。なんだか私でも乗りこなせそうな気がしてきました。もちろん大丈夫ですよ。運転に余裕が生まれることで注意力が深まります。またスバル独自の四輪駆動システムであるシンメトリカル AWD も採用されていますので、直進安定性に優れ、アクロでも安定して走ってくれます。これにより季節を問わず様々なシチュエーションで安心安全な走りを存分に楽しめますよ。スポーツカーの性能は使い切れないと思っていましたが、そんなことはないんですね。その性能の高さが安心と楽しさにつながっていたんですね。誰もが安心して乗れる車ということもよく分かりました。 S4 でいろんなところへドライブに出かけてみたいですね。はい、車との一体感も感じられて運転がとても楽しいですよ。それにこの S4 は荷物もしっかり積むことができるので、旅行やレジャーにも活躍してくれますよ。そうなんですか？見た感じだとあまり多くの荷物は積めなさそうですが。いえいえ、ご安心ください。S4 はスポーティーなお車ですが、たくさん荷物が積めるよう工夫がされているのも魅力の一つです。
それではトランクルームをご覧ください。お、キーレスリモコンで開けられるんですね、はい、トランクの大きさ見た目だとこのくらいしかないと思うんですが、実際のところどうなのか見ていきましょう。お、開けてみますと奥行きがありますね。なかなかの大容量ですよね。横幅も広いので外観の見た目の大きさからは想像できない大容量ですね。そうなんです。トランクルームは460リッターを確保しており、サイズにもよりますがゴルフバッグを4つ積み込むことができます。4つも乗せられるんですね。これならこの車1台でお友達とゴルフに出かけることもできますね。スタイリングもかっこいい、この S4 ならゴルフ場でも映えそうですね。そうですね。トランク内の高さは490ミリあるので、少し大きめのキャリーケースも縦に積むことができます。それに後席のバックレストは6対4の分割可動式でトランクスルーにもできます。純正サイズのタイヤであれば4本積み込むこともできますよ。キャリーケースも縦のまま積めるというのも驚きですね。機能的に使えるのがいいですよね。旅行やレジャーなど荷物が多いお出かけのシーンでもこちらの車なら大丈夫そうですね。そうですね。では小野さん、続いて車内をご覧ください。 STI スポーツならではの特別なインテリアですので上質な気分が味わえますよ、はい、では見ていきましょう。では続いて運転席に乗ってみました。まず目に飛び込んでくるのがこのボルドーカラーですよね。STI らしくてとってもかっこいいなと思います。そしてこちらの私が座っているシートなんですが、しっかりとしていてホールド感がありますよね。こちらは特別なシートなんですか？はい、この S4 の大きな特徴であるブラックのウルトラスエードとボルドーカラーレザーを組み合わせた STI スポーツ専用のレカロシートです。レカロというと自動車用スポーツシートの製造で有名な会社ですよね。BRZ レースに参戦しているレカロチームには富士スバルも協力していますよね。はい、弊社では厳しい環境での整備を経験することで技術力向上など育成の一環としてメカニックの派遣を行っております。このシートはスバルとレカロ社で共同開発され、人間工学に基づいた設計により疲れづらく優れたホールド性と快適性を両立しています。確かに座っているところと背中の部分が滑りにくい感じがしますね。またシートの形もあってか体へのフィット感がなんだかいつもと違うような気がします。包み込まれるような感じでしっかりと体を支えられているので安心感がありますよ。そうですよね。またレカロと STI のロゴが入ることで専用アイテムとしての演出がされ、シートヒーターやパワーシートを採用することで実用性も高められています。贅沢な装備もたくさんついているんですね。はい、優れたスポーツ性能と快適な実用性を両立させた運転をサポートする重要なアイテムです。そしてこちらハンドルも完全な丸ではないんですね。飛行機のコックピットに乗っているような感じがして気分も高まってきますね。そして鈴木さん、スピードメーターの表示なんですが、はい、280キロまでありますね。はい、高速感レザーを使用した D シェイプのステアリングです。これはアグレッシブに走る際には体とハンドルを近く設定することが多くなりますが、その際にドライバーの太ももとの干渉を防ぐ目的があり、さらに乗り降りも良好になります。そして小野さんが驚かれたメーターの表示は、大きなポテンシャルを秘めたスポーツモデルならではの演出で、メーター内に印字された STI ロゴもあり、走りへの期待を高めます。実際に280キロまで出るんですか？いえいえ、日本では速度制限がありますし規制がかかっているので表示だけです。そうですよね、はい、チューニングやリミッターカットをしてサーキットなど閉鎖された場所でスポーツ走行を楽しむ際には活用できますよ。安全な速度で周りの車へ配慮しながらドライブを楽しんでもらいたいですね。いろんな装備で気分も高まる S4 ですが、安全で快適に走るにはおなじみのアイサイトがついていますね。その通りです。0キロから120キロまでハンドルとアクセル、ブレーキ操作をサポートしてくれるツーリングアシストやメーカーオプションのアイサイトセーフティープラスも装備されています。
運転時の視覚をカバーするフロントビューモニター、サイドビューモニターと後方からの車両の接近を知らせてくれるリアビークルディテクションと日常使いから遠乗りまでさまざまなシーンで安心できる安全装備が備わっています。これだけの安全装備がついているなら普段のドライブも安心できますね。はい、充実の安全装備が楽しいドライブをサポートしてくれますよ。他には音質にこだわったダイヤトーンサウンドナビが装備されています。 Bluetooth や USB でスマートフォンや携帯音楽プレイヤーを接続すれば普段聴いているお気に入りの曲を流せます。さらにダイヤトーンサウンドナビ専用のフロントスピーカーも装備済みなのでクリアな音質で音楽を聴きながら走ればとても楽しいひとときが味わえると思いますよ。いいですね。好きな音楽を高音質で聴きながらドライブできるなんて想像するだけでも楽しそうです。今の季節だと海沿いのドライブなども気持ちよさそうですね。いいですね。ぜひ特別な時間を体験していただければと思います。高速道路を利用してのお出かけにはすでに必需品といえる ETC や装着ニーズの高いドライブレコーダーも装備しており、オプション装備も充実です。この S4 でいろいろな場所へお出かけいただき、たくさんの思い出を作ってほしいと思います。安全で快適に楽しいドライブをお楽しみください。はい、かっこいいこちらの S4 でドライブもきっと楽しくなるはずです。それでは鈴木さん、お車の詳細をお願いします。はい、2019年式で走行距離はおよそ4万6000キロ、2024年7月まで車検がついたお車です。安全装備ですが、ぶつからないための機能はプリクラッシュブレーキ、後退時ブレーキアシスト、オートマ誤発進、誤更新抑制制御がついています。疲れないための機能は全車速追従機能付きクルーズコントロール、車線逸脱抑制、ツーリングアシストがついています。ヒヤリを減らすための機能はスバルリアビークルディテクションハイビームアシストがついています。視覚を減らすための機能はフロントビューモニター、サイドビューモニターがついています。それでは気になるお値段をお願いします。支払い総額365万8941円です。なお、お客様のご要望のオプションなどの費用は別途申し受けます。今週のスバ推しは2019年式 WRX-S4 STI スポーツアイサイト AWD-CVT、 支払い総額は365万8941円です。なお、支払い総額は8月現在群馬県登録で店頭納車の場合の費用です。登録月やお客様のお住まいの地域によって金額が異なりますので、あらかじめご了承ください。そして今週のプラスワンはこちらのお車にということでしたが、何をつけていただけますか？はい、ウルトラグラスコーティングネックスを施工して納めさせていただきます。ありがとうございます。今日明日ご制約の方にウルトラグラスコーティングネックスを施工して納めさせていただきます。詳しくはカースポット中野城 0279-25-7830 までお問い合わせください。